ずれているかも。その中心温度計、食中毒のリスクを抑えるために中心温度計の構成はしていますか？構成？全然考えていませんでした。でもどうやってするんですか？では構成のやり方を見てみましょう。構成は0度と100度の2点で行います。氷水につけて0度を確認し、お湯につけて100度を確認します。温度がぴったりでなくても誤差範囲内であれば大丈夫です。それよりも大きくずれていた場合は交換するなどしましょう。